はい、どうも、かぐやみでございます。今回はですね、今のところ3巻までしか出ていない。まあ本当に3巻っていうところまでしかね、最大で3巻までしか、出ていない作品をですね、まあ3巻以内って言ってもいいと思うんですけども、3巻以内の作品をですね、ちょっと僕が選んだやつをね、最近めちゃくちゃおすすめやなっていうふうに思った作品を、紹介したいと思います。少し前にですね、1巻限定っていうのもやったんですけども、やっぱり1巻も1巻でもちろん関数好きなのですぐ変えるんですが、やっぱ3巻以内ぐらいやったらね、ほんと一気に変えたりもしますし、3巻以内でもめちゃくちゃ売れてる作品ってね、今の時代めちゃくちゃ結構あるんじゃないかなというふうに思ったんでね、今回はまあね、一応3巻以内、2巻もまあ含めてなんですけども、一応ですね、3巻以内の作品を今回は5作品紹介しようかなというふうには思います。まず1作品がですね、こちらでございます。とんがり帽子のアトリエですね。まあこれに関してはね、もう紹介するまでもないかなって思ってたんやけど、やっぱ素直な気持ちでね、3巻いないって思ったら、まあ一番最初に思いついたのはね、とんがり帽子のアトリエだったんでね、いやー本当にね、王道魔法少女ファンタジーっていうのは本当にその名にふさわしいような作品だなというふうには思いましたね。それにプラスして、やっぱこの画力、もうどこ見てもすごい。本当に画力に圧倒されるのも結構久々で、まあいろんな作品別にね、画力がどうこうってね、思わんっていうかね、まあいろんな作品も本当に画力がすごいやつも結構あるんですけども、まあこれはちょっとやっぱりね、他の作品ともね、なんか毛色が違うというか、そういう風にちょっと次元が違うような感じもしたんで、いやーその画力だけ見ても普通にシンプルにすごいっていうのはね、そこだけでも作品の一つの個性というか一つのストロングポイントとしても重要なんじゃないかなというふうに思いましたね。魔法使いを目指す4人がそれぞれいろんな思惑がありつつ、ほんと4者4様で、やっぱいろんな目線でね、それぞれのキャラクターだけ見ても本当に一人一人それぞれ一人一人が目指す上でのやっぱりの思惑なども見れて、それぞれがどういう風にね、この魔法少女魔法使いを目指すのかっていうところの、ね、そういう風なシンプルな、目標に向かってひたむきに歩くっていうか、ひたむきに進むっていうところも本当にシンプルに面白いかなという風には思ったんでね、もう名前的にもめちゃくちゃ売れてるんでね、知ってる方はめちゃくちゃおられるとは思いますが、僕個人的にはやっぱりちょっとね、3回ないと思ったら本当に一番最初色一番に挙げたかったのはとんがり帽子のアトリエだということなんで、知ってる人はいるかもしれませんが、1作品目が、とんがり帽子のアトリエでございます。そして2作品目がこちらでございます。ジャンクランクファミリー現在3巻まででございます。作者はね、高橋宏先生といって、クローズワーストの作者でございまして、クローズに関してはね、今でもまあ映画もやってますし、その上で影響力は半端ないということは、ご存知の方も結構おられるとは思いますが、まあ個人的にまずね、高橋先生のこの作品2つ作品ともそうだし、これもそうなんで、やっぱ高橋先生だけで3作品買ってるっていうのが好きとしか言いようがないんですよね、作者がいとしてもね。この作品もクローズワーストと同様に、まあ世界観っていうのはね、全然違くて、不良じゃなくてゾンビという世界というかね、腐敗した世界に、その世界で、弱肉強食の世界で、ね、生き残るっていうサバイバルファンタジーみたいになってるんで、そういった目線でもまずゾンビっていうところの目線を僕もめちゃくちゃ好きでね、ゾンビ映画とかドラマとかも見てますし、そのゾンビというのとこのキャラクターでも見ればわかると思いますが、高橋先生の描くこのシリアスというかバイオレンスみたいな、こういった表現もめちゃくちゃマッチしててね、こういう風に不良じゃなくてもこういう風な世界観にも合ってるような作品を描くというのがシンプルに僕はねすごいと思いましたね。本当にクローズとかワーストのファンだったら、知らなかったらぜひこれ絶対ハマると思うんですよね、本当に高橋先生の作品好きだった人は。だから全然世界観の設定変わってますけど、でも全然問題ないというか、もう高橋さんらしさっていうのもこの作品にも結構満載やったなっていうところも、僕自身もめちゃくちゃ感じたんでね。ゾンビという部分の恐怖もそうなんですけど、やっぱサバイバルっていう目線での人間たちの生き残りをかけた殺し合いとか、そういった部分のね、バイオレンス的な表現やアクションっていうのも、いやーやっぱりね、そういうものね、不良にかかってきたというか、不良以上のものがね、見れるところも、僕もそういう風に感じたところが多かったんで、まあそういった部分でもやっぱりね、高橋さんのスタイルが満載っていうか、そのスタイルが生かされた作品だと言っても過言ではないと思いますんで、2作品目はですね、まあこれも正直ね、120万部、まあめちゃくちゃ売れてますが、多分ね、知ってる方も結構おられるとは思いますけれども、こちらジャンクランクファミリーでございます。そして、3作品目がですね、こちらでございます。間違った子を魔法少女にしてしまったでございます。
ビジュアル以外魔法少女っぽい要素ってのが一個もないんですよ。それがやっぱめちゃくちゃ面白くて、魔法少女ってこういうもんだなと思ってたのが、とんがり帽子のアトリエで比較してみたら、なんか、ね、全然ちゃうっていうか、これ本当に魔法少女かこの子はっていう風にね、ツッコミどころめちゃくちゃ満載なんですよね。なのにめっちゃ強いっていうね。なんかもうね、さっき言ったように努力でどんどん強くなるってじゃなくて、まず最強っていうか、そもそもまあめちゃくちゃ強いってところから始まって、なんで強いかっていうのも全然わからんし、そのなんで能力を使いこなせるっていうかわからんけど、とにかくその すごいっていうところをやっぱ見れるっていうところもそうだし、この主人公のキャラっていうところももうクソヤンキーなんですよ。クソヤンキーっていうキャラとこの強さがマッチプラスになったらこんだけ強いのかっていうのがね、もう理屈はもうめちゃくちゃですけど、そのめちゃくちゃさ加減がやっぱりね、僕は本当にめちゃくちゃハマりましたね。まあだからシンプルにね、頭でっかちにならんくていいバトル漫画っていうのが、それが一番わかりやすいんかなっていうふうに思ったんですよね。本当その表現だけ見てもすごいっていうふうに圧倒されるところもあるし、やっぱこの主人公もそうだけど、まあ周りの人間もそうなんですけども、どういったふうに力を解放するのかっていうところの、まあ最強って設定でもないんで、まあいろんな敵が出てきたら、まあもしかしたらこの主人公のキャラもそうなんですけども、キャラだけ見てても面白いですけど、その上で、やっぱぶち切れてぶっ飛ばすってだけでも、それだけでも全然面白いなっていうふうにも思った部分がありましたんでね。魔法少女の概念やセオリー無視、それがやっぱ一番良くて、逆に魔法少女という要素を逆手に取ったと言ってもね、僕はそういうふうに感じたところがあったんでね。こちら3作品目が、まあこれも結構売れてるっちゃ売れてるんですよね。もう3巻で30万部なんで、なんかもう結局は僕はミハーなんかなっていうところもありますが、でもね、知らない方のためにも、紹介したしておきたいかなというふうに思いまして、こちらの魔法、間違った子を魔法少女にしてしまったでございます。そして、続きましてはこちらでございます。人形の国ですね。今のところ2巻まで出てる作品でございますが、まあ僕もね、今月買ったばっかりではありまして、まあ視聴者の方にもね、勧められたというところもあってで、今回買わせていただいたんですけども、スケールのでかい世界観っていうか、その世界っていうのも本当にめちゃくちゃ感じる部分もあるし、バトルっていう目線でも、まあ相手によって戦い方を変えたりっていうところもそうだし、相手は相手でいろんな戦い方っていうかね、まあ主人公もそうなんですけども、いろんな戦い方を含めた相手が出てくることによって、こっちも、ちょっと考えて戦わないといけない、まあ命の危険などもあるから、そういった部分のやっぱ戦い方のバリエーション、あるいは相手のそういう風に戦闘スタイルのバリエーションの豊富、そういった部分も本当にシンプルにすげえなっていう風に思った部分もあったんでね。僕は個人的に好きだったらやっぱり多勢に無勢ってところが本当にめちゃくちゃ好きで、やっぱり敵討ちっていう名目ではあるんですけども、その上でやっぱ相手が本当に巨大な敵でっていうところが、その敵も本当にどんだけいるんかわからんし、いろんな風に敵が出てきたりとか、もう人数差は圧倒的な差があって、本当常に逆境っていう状況がそもそもめちゃくちゃ好きでね、そういった部分でこの状況をどうやって打破するのかっていうのが、いやそういった目線やったらもうね、本当にいろんな部分でも本当になんか応援したくなるっていうふうにシンプルに思ったところもあるし、どんどん仲間が増えていったらそれもそれで、じゃあ最終的にその巨大な敵に対しての、対抗勢力としても、あちょっと僅差になってきた、それもそれで面白いかなっていうふうにもちょっと感じる部分があったんでね。世界観のスケールの大きさ、そしてね、バトルのパワフルなバリエーション、そして、まあ、この構図ですね、この敵討ちってところもそうだし、常に逆境っていうところも、いやどこ見てもすごいか、表現も本当に設定もこういった部分もね、やっぱ最初に外星からずっとそういう風に思わされるところが、やっぱ驚かされるところもめちゃくちゃ多いんで、そういった部分で本当視聴者の方に教えてもらったのはめちゃくちゃありがたいっていうところも含めて、いやもう本当に読んだばっかりっていうのもあるけども、本当にこういう風にちょっとね、3巻以内の漫画っていう風な括りになったら、いや人形の国もね、めちゃくちゃ入れたいと思いまして、4作品目がですね、まあそのね、作者の方はめちゃくちゃ有名な方なんで、そういった部分でも多分作者買いもされるかなというふうにも思いますが、この人形の国でございます。そして今回5作品目、最後の作品はですね、こちらでございます。北北西に雲と池でございます。これもね、一番最近買ったから人形の国よりも最近に買って、まあ僕も以前からねこれめちゃくちゃ買いたかったんですけども、まあ2巻が出たばっかってところもあって、あもうこの勢いで
買っちゃおうということなんでね、この北北西に雲と池を、今回ね買わせていただいたんですけども、まずシンプルにね自由度がすごいっていうところを思って、ほんと自由すぎるっていうか、まあ世界観がちゃんとしてるっていうかね、舞台がアイスランドというところで、まあアイスランドってこういうところなんだよっていうところの設定っていうか理屈はめちゃくちゃしっかりして、それも取材の力でそういう風な、ちゃんとした設定理にかなっていうところではあるんですけども、そういった世界で主人公がめちゃくちゃのびのびと生きてるっていうところが、それがシンプルになんかもう自由度満載でいいなっていう風に最初そういう風に感じたんですよね。なおかつ多様性もめちゃくちゃ優れててね、シンプルに恋愛模様とかちょっとしたサスペンス要素とかもあったり、まあ友情物語っていうところもあったりとか、まあグルメっていうところもね、アイスランドのこういう料理とかあるとか、まあ歴史とかも触れてたりとか、まあこういった部分にね、いろんな目線で見れるとやっぱりそれぞれが気になって仕方ないし、それぞれはそれぞれ出てくることにこういう風に一巻分厚いですけども、こういう一巻にまとめ見られて出てきたらこれやっぱすげえなっていう風に、ちょっと一家の充実度もね、ちょっと僕自身もめちゃくちゃ感じた部分がありましたね。何者にも縛られずに自由に生きているっていうのが最初世界観っていうところを感じたけど、やっぱアイスランドという国だったとしてもちゃんと国というところもしっかりしてるけど、そういうところでもちゃんとのびのびと生きたりとか、まあアイスランドっていう国が小さいけどでもなんかめちゃくちゃ広い国っていうか大きい国に見えるっていうところが、やっぱそういう風にね、主人公というかキャラクターとかがそのね、その国で満喫してるっていうところが、やっぱそういう風にねちょっと羨ましいと思っちゃったりとか、国の魅力とか、やっぱりその生き方とかもね、本当にねただただ羨ましい。いろんな部分でも本当アイスランドっていう国知らん分、逆にねこの国すげえなっていう風に思わされるところもシンプルにあったんでね。そして5作目がですね、本当自由度満載、それだけでも良いんですけども、やっぱ本当ちゃんと理にかなってるところも理にかなってて、世界観の大きさっていうところもね、この世界っていうかこのアイスランドってこういう世界なんだよっていうところの、やっぱ理屈というかそういう風にちょっとね思うところもめちゃくちゃ多かったなという風に思いまして、こちら5作品目が北北西に雲と池でございます。ということで今回ですね、3巻以内のおすすめ漫画というのを、今のところ3巻っていうところなんですけども、ちょっと僕が個人的にね、好きな作品3巻以内の作品5作品を、紹介させていただきました。3巻も確かにあんまり感想変わんないっていうところも本当にね、こんだけ見てもやっぱ一巻ってだけでも確かにちょっとめちゃくちゃ食いついてその後気になるっていうところもあったけど、まあ北北西に雲と池とか人形の国一気に買ったってところもあったんですけど、やっぱとんがり帽子のアトリエとか、マッチ魔法とかそういった部分はもう一巻から買ってて、その部分でもちょっと次を見たいっていうところから今になっても、いや全然ね、劣ること知らないっていうのは、まあちょっとそういった部分もね、以前から買ってた漫画はそういう風に感じたところがあったんで、まあそれはそれで作品としてもすげえんじゃないかなっていうふうには思いましたね。これちょっとね、前回も一巻限定っていうところで縛りではやったんですけども、まあ今後もちょっとね、ちょっとスパン多分開くかもしれないんですけども、そういった部分でもね、まあ開かなくても多分2巻、3巻以内って結構あると思うんで、まあそういった部分でもちょっと面白そうやったら、また第2弾みたいな感じでね、もちろん紹介していこうかなというふうには思っておりますし、全然単独でもどっかでね、漫画紹介する機会も絶対あるとは思いますんでね、まあ今回はちゃんとまとめて、紹介する形にはなりましたが、まとめるか単独かっていうのは本当今後も臨機応変にやっていこうかなというふうには思っておりますので、もっといろんな形でですね、漫画紹介とかもしていこうかなというふうには思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。